どうもちゃん、卵白余ってフィナンシェ創造する人、お菓子作りが趣味、ヒラです。ということで今日作っていくのはフィナンシェです。フィナンシェって作ってみたいけど家に型もないし難しそう、そんな風に思っていた方、お待たせいたしました。今日はフィナンシェ型がなくてもお店レベルに美味しく作れるフィナンシェを作っていきます。プレーン、チョコ、抹茶、味も3種類用意しました。どれも抜群に美味しく作れますよ。早速作っていきましょう。まずは事前準備から。卵白を常温に戻しておきます。卵白は冷凍して解凍したものでも大丈夫です。卵白は冷凍してから解凍することでコシが切れます。また常温に戻すことで綺麗に材料が混ざりやすくなります。粉類は一緒に量りよく合わせておきます。では焦がしバターから作っていきます。バターは事前に焦がしバター用と型に塗る用を別に量っておきましょう。型に塗る用のバターは適量です。このまま常温に置いておきます。焦がしバターを作ったらすぐに移せる容器を用意しておきます。余熱で火が入っていくのを防ぐためです。今回僕は1種類分の焦がしバターを作りますが、3種類分一気に作っても構いません。その場合はできたら3等分にしてそれぞれ分けておいてください。バターを弱火で揺らしながら溶かしていきます。跳ねやすいのでたまに火から外しましょう。びっくりするぐらい跳ねるので火傷には気をつけましょう。大きい泡が出てきて色もついてきました。もう少し火を入れると泡が細かくなってきます。ここまで来たらもう少し。下の沈殿物も茶色く色がついて、液体もウーロン茶ぐらいの色になりました。ここからは一瞬少し煙が立ちます。ここまで。あとは余熱で火が入っていくのですぐに用意しておいた容器に移しましょう。移したらそのまま常温に置いておきます。バターの色味によって風味が変わるのでお好みでいろいろと試してみてください。この辺でオーブンを180度に予熱しておきます。型の準備をします。今回僕は手に入りやすいマフィン型で作っていきます。型はカップなど何でも大丈夫です。お好きな型をお使いください。常温に戻した柔らかいバターを型に塗っていきます。ハケでも指でも OK、 正直指の方が塗りやすい。バターを塗らなくてもテフロン加工のものだったら型からきれいに取れます。バターなしでも焼いてみました。丸みを帯びているのがバターなし、少し平らになっているのがバターありです。見た目も少し変わっているの分かりますか。味もバターの風味がプラスされてバターを塗った方がより美味しくなりました。面倒な型は省いちゃっても OK。 では生地を作っていきます。はじめに卵白をよく溶きます。空気を入れたいわけではないので泡立てるのではなく横にホイッパーを動かして溶きます。そこに蜂蜜、グラニュー糖を加えて混ぜます。蜂蜜を加えることにより生地がよりしっとりし風味も上がります。蜂蜜の代わりに水飴でも代用可能です。ここもガシャガシャと空気を入れたいわけではありません。サラサラになったら OK。そこに粉類を加えます。アーモンドプードルが入っているので粗めのふるいでふるいます。粉気がなくなるまで混ぜましょう。ここで必要以上に混ぜる必要はないので粉気がなくなったら OK。 焦がしバターは2回に分けて加えます。半分加えたら2回目を加えましょう。ホイッパーである程度混ぜたら仕上げにゴムベラで混ぜます。僕はこの時たっぷりの愛情も入れてます。いつもありがとう。そして見てくれる皆さん、ありがとうございます。生地は量が少ないので完成した生地はグラムを測って6分割にし、きっちりと分割してください。絞りではなく流動性があるのでボウルに入れた状態のまま分割しても OK。
流し終えたら食を与えて予熱したオーブンで焼いていきます。焼けました。表面に焼き色がついて周りも色づいたら OK。 焼けたらすぐに型から外してさらにひっくり返して網の上で粗熱を取ります。The chemicals, they take us higher.